こんにちは、ジャズドラムの黒田です。今日はですね、シンコペーションベーシックの1を、ラテンでやる練習、つまりサンバキックで練習してみたいと思います。サンバキックっていうのはどういうことかというとですね、まあもうロック系の方はもうご存知だと思うんですが、ここでダブルを使います。ダブルがアップダウンの人もいればスライドの人もいるかもしれませんが、でこのダブルを慣れるためにこれにね、やっていっていただければと思います。これをやりながら、まずその1番、手がですね、これ、下にはバストラが四分音符で書いてありますが、まあ完全に上の音符だけ読んでいただいて、2番は、右左で読んでもいいですし、右でもいいです。ラテンの場合は、どっちも使うんで、どっちもできるといいですね。だから、今回は決めてしまいましょう。左右に分けましょう。3番。今上にここに出てきているみたいに、バストラとハイハットがどうずれてるか、バストラタッタッタ、ここがハイハットと一緒になって、次バストラだけね。でタッタッタ、よく考えて練習しましょう。4番ね、4番はタッタッタ、ここがハイハットと一緒で、ここはバストラとスネアだけ。5番は、タンタンタンが来て、ここはハイハットとスネアで、バストラとスネア。6番ややこしいです。タ、ここはスネアだけで、ハイハットだけバストラとスネア。7番は左です。イン2なので、スネアを左右に割った方がこのニュアンスが出やすいか。0番は足だけになります。ではエクササイズ1やってみますね。1,2,3 2番1,2,1 3番1,2,4では、続けて2番3番やっていきたいと思います。2番は、8番という音符が、ここがバストラとスネアで、スネアだけ、ハイハット足だけ。9番はその逆で、ハイハットの時にスネアバストラ、1個ずつ音符を叩けるようにしていきましょうね。10番はバストラと全部一緒です。11番は間に入ります。スネア、ここハイハットと一緒でバストラ。でエクササイズ1、1,2,4 2番1,2,3 3番1,2,4 4番1,2,4 5番1
One, two, three. はい、ではシンコペーションベーシック3までいきます。12番ですね。ドタチバスドラといこう。これ結構難しいです。頑張ってね、一緒でした。13番ここが一緒でバスドラ一緒で、バスドラだけ。この辺が一番難しいですね。14番はこの間に入ります。16番はチ、この最後のバスドラと一緒。じゃあ、エクササイズ3、シンコペーションベース3エクササイズやっていきます。1、2、3。2番、せーの。3番、1、2、3。プラスアルファできれば3連符。足は16のフィールだけど3連の乗り。これがタタン。タタンタがなまってタタタになったみたいな。これ両手で。こういうフィールが出るとすごくサンバっぽくなります。なのでドラムソロだとサンバキックだけ先に進行させといて、まあスペースを空けてこういうのを足すとこういうドラムソロができます。途中こう5拍フレーズっていうのを入れたりしましたが、まあこういうのも入れたりすると、まあこう何かこうフレーズに困っても足だけ進行させてればいっぱいスペース使えるし、スペースたくさん使ってだんだんスペース減らしていけば盛り上がるし、非常に使いやすい、僕がもう、高校生の時に、ドラマ始めてそうですね3ヶ月ぐらいでこれ全部マスターして、叩いてましたね。ドラムソロっていうのもうこれやらしてみたいなね、かっこいいんでぜひ使ってみてください。というわけで今回は以上になります。皆さんのお役に立てたようでしたらぜひいいねマークを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。詳細にメールマガジンが載ってますが、メールマガジンでは曲での解説などをしてますのでぜひ、ご登録ください。無料ですのでぜひお得です。ぜひ、登録してください。以上ありがとうございました。